はい、どうも、タクタクです。さあ、本日のバカハザやっていきましょう。ちょっと、どこまで行ったっけ？あ、そうだ、思い出した。エントランスっすね。洋館のエントランスまで持ってきたんだ。で、ちょっと、あまりにもハンターがいすぎるから、まず今回は、ちょっと探索を中心にもう一回進めていきたいと思います。これでカニの鍵を使いたいのよ。新しく手に入れた。これね、カニの鍵。これを使えるとこを探したいんだけど、あれ？絨毯にシミができているのだ。いや、これなんか毎回なるな。向こうに続いているのだ。なんでなんだろう。なんか、もうちょっと一回行ってみようか。本当は、もうこっちにいる人は死んじゃってるんですよ。もうここで取ったと思うんだよね、アイテムは全部。あ、ちょっと待った。アイテムが増えてる。え、何これ。剣玉。剣玉。何使うのこれ。さあ、こんなゾンビがうろうろしてるところで、剣玉とか、さすがバカボンっぽいというのか。え、これ何使うの？使い込まれた剣玉。結構ね、また一時期ブームになりましたからね、剣玉。調べる。あー、これか！不思議ちゃんで使うっていうのは。え、じゃあこれ不思議ちゃんのところまで戻んなきゃいけないってこと？うわ、しんど。ま、あれだよね、最悪いらないと判断したら、また戻ってくりゃいいだけの話だよね。じゃ、とりあえず不思議ちゃんのとこ行く？不思議ちゃんのとこまで行ってこれ何も、あ、もしかしたらグレネードランチャーが手に入るのかな？なんか本編というか元祖バイオではこの辺でグレネードランチャーが手に入るはずなんだよね。どうやって戻るんだっけな？こっちか。こっちからかな？こっちから行こう。こっちから行って、結局ここ入るか。ここハンターいたんだよね。確か、うわっ！お、危ない。ちょ、丁寧に倒していこう。で、ちょっと進めたんですよ。あの、こう動画外で。あの、セーブし忘れてたんで。そしたらですね、オンラインの状況の時に、このゲームやると、絆を押すスプレーっていうのがなんか手に入ったんですよね。なんで結構オンラインでその、右上にあるゲットっていうところから、動画広告かなを見ると、無料でアイテムがもらえるので、うん、攻略するときにやるといいと思います。これは？おい。おーし、OK。で、今日、ちょっとみんなにお伝えしたいことがあるんですけど、今日なんとテレビの取材が入ってて、ちょっと映んないかもしれないですけど。え？あ、やばい！ちょっと待って。お知らせをしようと思ったら、ちょっとやられました。よしよし。ちょっと、こんな感じで取材に来ていただいております。HBC さんですよね。HBC さん。はい。HBC さんの強度機という、番組の取材に来ていただいております。ちょっと、なので、いつもより若干緊張してやっております。はい。なんで、ちょっと言葉遣いが、ね、あれ、これいつもこんな喋り方じゃなかったかもな、みたいな感じになってるかもしれませんけど。それはちょっと外行きの言葉をすごい使いますんで、お許しください。で、このまま進めていって、あった！やられました。マジか。やばいやばい。ちょっと進めないんだけど。いるよね。うわ、いる！やろやろ。あーは！いや、もうちょっと、一回諦めようかな、ここは。ちょっと一回、不思議ちゃんのところを諦めましょう。で、ちょっと違うルートも探索しつつって感じですね。うん。一旦、不思議ちゃんは忘れよう。
また余裕があったら行こう。こっちは？こっちはさすがにいないよね。ゾンビぐらいはいるかもしれないけど。うわ、マジか。ハンターだらけじゃん。やめろ。よかったー。これやばいな。使って。ちょ、ヒットポイントをやっぱり高い状態にしていかないと、いつやられるかわからん。はい。で、できるだけちょっと弾に余裕があるから、しっかり倒そう。うわっ！いや、ヒヤヒヤすんな。来いよ。来いよ。こっち来い。よし！よし。もう3発当てればね、こっちのもんですよ。はいはいはい。水玉鉄砲を。うわ、いるね。こう、たまに当たんない時があるから怖いんだよ。丁寧に倒していく。もう一体、もう一体いんのか。いや、うわー！やめて！やめて！危ない！いや、ちょっとやっぱゾンビと違って動きが早いな。確かここ使えるよね。オッケー！やっと使えたカニの鍵。で、ここは？どんな仕掛け？はい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 。いろんな置物があるね。社内メールを見つけた。これちょっと読んでいこうか、じゃあ。例の実験は順調だが、やはり最終的には人体による実験が望ましい。幸か不幸か感染が広がったことで、いくつかの貴重なデータが取れた。しかし研究のデータが完成するにはまだ足りない。条件を満たす被験者が大量に必要だ。でなければ我々の、威信をかけたこの研究も、終わってしまうだろう。被験者を用意する人物はすでに大敗した。最終実験の期限はあとわずかだ。速やかに実験を終え、データを完成することが急務である。うん、何のための研究なんだろう。このバカボンの世界を巻き込んで、頭の位置が縛りすぎてしまうのだ。で、これを使って、なったものを取るんだろうけど、はい、電気のスイッチがある。これを消すと？あ、光ってるね、なんかね。なんか光ってるね。これをあの台で取ろうということだ。はいはい。でも、まあ、うまくずらしていって。え、これ電気消さないと取れないのかな？電気消さないと取れないっぽいよね。一回でも。はいはいはい。こうずらして、あ、やめて。こう。よしよしよし。これ登れんのかな？ああ。やっぱりそういうことね。電気を消して、光ってる光ってる。はい、赤い飴玉を見つけた。ああ、これわかった！あれだ。虎の目にはめるやつだ。ちょっと、そこは？あ、びっくりした。倒したやつか。じゃあ今日はそこまでちょっと、頑張って進めるか。いるよ！ハンターいるよ！やばい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 ！危なー！あ、でもヒットポイントはまだ余裕あるんで。これで、え、こっちだったよな、確か。ごめん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 。オッケー！まだいるまだいる？まだ、いないね、もういないね。で、こっち行って、待って、待って、やばいやばいやばい、ちょ、いけ逃げよう。やばいやばい、囲まれてる。ここ。ここに、虎か、虎の目に、赤い飴玉をはめると、さあ、何が手に入るか。あ、マグナム水鉄砲！これあれだ、原作だとコルトパイソンが手に入るやつですよ。やったぜ。え、これ威力どんなもんなんだろう。ちょっと、せっかくなんで試し撃ちをしたいよね、今日はね。待って。装備をして、来いよ。ほら！うわ、ハンター一発で倒せるじゃん！さすがマグナムっすね。
や、これハンター倒す専用ぐらいに使った方がいいかもしれないな。でもでかいボスとかも今後出てくることを考えると節約した方がいいのか。いや、そろそろでもこれ課金したい気持ちになってる。もうヒットポイントなさすぎて。どうすっかな。まあ、とりあえず戻るか。とりあえず戻ろう。戻って。いやー、これ怖くて進めねえよ、ハンターだらけで。どうしよっかな。まあ、一旦ここでセーブしましょうか。はい。といったところで、じゃあ今日はここまでにしましょう。もうちょっとうまく進めておきたいと思います。ちょっと今暗いすぎたんで、そうですね。できれば、ノーダメージぐらいでハンターを倒しつつ、あのマグナムをちょっと取っておくぐらいまでやり直してでも進めておきたいなと思います。で、できれば次回不思議ちゃんのその謎に迫れるようなとこまでやりたいと思います。はい、というご視聴いただきありがとうございました。もしかしたら強度キー映ってるかもしれません。っていうかもう放送の後かもしれません。わかりませんが、ご視聴いただきたいと思います。みんなで見てください。それでは、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。